長島構造は日本の科学者。専門は分析科学、無機化学、地球科学。父は四十法賞受賞者で日本のアマチュア鉱物学者のパイオニアである長島乙吉。東京市麹島地区生まれ。1944年東京帝国大学理学部科学科入学、同大学院理学研究科へ進学し、木村健次郎の指導を受けた。 1950年東京大学教養部助手となる。その後、東京農工大学農学部助教授、東京大学教養部助教授、東京大学理学部助教授を経て、1966年に東京教育大学理学部教授となる。東京教育大学の改編に伴い、1976年、筑波大学科学系教授となる。 1977年古代オリエント博物館理事、1983年大学入試センター研究部教授を平任。1985年在職中に59歳で死去。1952年箱根火山岩の地球科学的研究により東京大学から理学博士号を取得。多数の軌道類元素を含む鉱物の分析を手掛け。 新鉱物のいい森医師、木の下雲も、ますます不運も、金一石、サラバゴウ、いつみ医師、イットリウム木村医師、アンモニウム白竜石、ストロナルス石師などの発見に貢献した。ありがとうございます。